こんばんは、日常演舞です。本日はこちら、私の地元で売れているソフトクリーム3種を食べていきたいと思いますが、ちょっとどう話したって最近厳しくなってて、バカなことするやつとかいるので、なんとか写真は OK だったので、ちょっと新しい試みとして写真を使った食レポを今回はしていこうと思います。それではどうぞ。いや、今日食べていくグリーンソフト、仲間たち。まずグリーンソフトは緑茶の味が本当にさっぱり。ソフトは少し香ばしさもありますよ。そしてみかんソフト、爽やかな酸味が口の中ですっきり爽快に広がります。だけどグリーンソフトのさっぱり感がやっぱり一番美味しいので、今回の代表者でした。やはり動画とは違った難しさがありますが、今後はこうした写真を使った食レポもしていきたいと思いますので、あなたからの感想などぜひ聞かせていただけたらいいなと思っています。というわけで本日は私の地元で大ヒットしているご当地グルメソフトクリーム3種を食べ比べてみた動画でしたが、あなたは何か気になる商品ありました？もしあったのであれば実際に来て食べていただけるととても嬉しいです。ではまた次回の演目でお会いしましょう。演舞終演。